はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、千葉県は館山の方にやってきておりまして、2泊目でですね、こちらのですね、ギフトハウス館山名護海岸の方にねやってきております。またね、昨日宿泊させていただいたねところとは趣が違う感じでございます。楽しみですね。まだね、前回のですね、ギフトハウス館山糸の方をねご覧になってない方は、こちらの上の方にですねリンク出しておきますので、よかったら先にねそちらをご覧になっていただければと思います。今回2泊目ということで、アイアドメンバーとねまたお邪魔させていただいてますんで、早速ねお部屋の方向かっていきたいと思います。めっちゃ楽しいです。はい、まあこんな感じでね、ギフトハウス館山名護海岸ということでね出ております。こっちがね、なんか寝室のね、塔みたいで、リビングとかね、こっちみたいなんですよ。そして、あ、こんなとこにもね、なんか飲み物入れられるところがあったりとか。はい。ここは開かないのかな？なんかね、難しいです。おー、プール。いきなりね、プールが出てきますね。あー、すごい。こんな感じです。はい。あそこもね、開けられるみたいですね。ここら辺また違うね雰囲気でいい感じですね。すごい。あ、寝室こういう感じなんだ。で、上のねリビング、はい、こんな感じになってます。はい、でも持ってないよ。いや、持ってない。ということで、こちらのねお部屋の方に、入っていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、じゃあ早速入っていきたいと思います。おお、あれ電気消えたはい、こんな感じですね。なんかね、木の、新しい匂いがねやっぱりしますね。なんか白と茶色、モダンな感じのねテイストで非常にいい感じです。ここでね玄関脱いでいただきますけれども、結構ね広い。そして1個目のね、扉、お手洗い、これ室内までね上がらずともお手洗いあるの便利ですね。ちょっとね出際にトイレ行きたくなった時にさっと入れていいですね。はい、2階もあるよ。はい、ちょっと待ってね、2階見てて。じゃあ2階、気をつけて先行って。で、こちらが、ここはね開かないみたいですね。はい、で、こちらは何でしょう。おお、お風呂。はい、洗面台、こんな感じで。あ、すごいね、シャワールームの、あ、岩盤浴とかってある、水風呂とか。はい、こんな感じのね、アメニティ類が置かれております。非常にいい感じですね。ここら辺下、ドライヤーね、ございます。この下、あ、ドライヤー、こちらもね、2台ございますね。はい。で、あ、ここ、岩盤浴、サウナ。はい。こんな感じで、レインシャワーもあって、ジャグジー。ここが水風呂のゾーンなんですかね。非常にいい。そして、ああ、ここがね、サウナ。こんな感じのサウナゾーンとなってます。コンパクトですけど、しっかりしてますね。で、ここが、ああ、ここがミストサウナかな。ね、あ、岩盤浴か。ここ岩盤浴なんだ。へえ、寝っ転がって面白い。え、こっちは何だろう、シャワールームと、ここの奥は何でしょう。ここ岩盤浴じゃないのかな。ね、ここ岩盤浴っぽくない。ここ何でしょうね。ここ岩盤浴じゃないんだ。はい、こんな感じでちょっとね休憩できるスペースもあって非常にいい感じですね。はい、すごい。では、上の方にね向かっていきたいと思います。あれ、そこのなんかお庭みたいなとこなんだろうな。なんかね岩盤浴っぽい感じしましたけど。で、ここに、洗濯機、はい、こんな感じで洗濯物ね入れていただくスペースがあったりとか、ドラム式の洗濯機とか乾燥機ございます。これはね長期滞在とか、まあ、一泊でもね結構あると助かりますね。はい、では、2階の方にね上がっていきたいなと思いますけど、ここは開くんだ。へえ、あ、ここがカラオケルームなんですね。いや、これもめちゃくちゃいいですね。こんな感じの
カラオケルーム最高。いやなんかね、防音の感じは前回の伊藤よりなんかしっかりしてる感じしますね。これでまたね、あ、マッサージチェアもある。テンション上がりますね。最高です。ダム、ちょっと新しいダムになってますね。最高じゃないですか。素晴らしい。なんか映画とかもね見れそうでいいですね。シアタールーム的な感じにもできそう。はい、まあ、ここがね1階に浴室だったりカラオケルームがあって、じゃあ上がリビングになるんでしょうかね。はい、では上がりまして、はい、でこっちはねなんかあの入れないね、あのオーナーさんのね、お部屋みたいですね。でお手洗いでございます。エアコン、そしてリビング、めっちゃでか。テレビもでか。でここでゲームやったらめっちゃすごそうだね。リビングでか。はい、でダイニングが、このようにあって、うわー見てください、この素晴らしいパノラマビュー。こんな感じのねパノラマビューとなっております。いやーすごい。ここもね全部つながっててね、いい感じじゃないですか。プールもね見ていただくことができます。はい、こっちの、あ、夕日の当たってるこの感じも雰囲気があって、いいですね。テレビ、ここは何だろう、空調かな。こんなところに一応ネット環境とかね、ソニーさんのこれはブルーレイレコーダーなんかもありました。はい、でダイニングがあって、このなんかカウンターみたいになってるのもまたいいですね。はい、素晴らしい。そしてこちらにもね、ウーノだったりとかトランプがございます。ほら塩とかね調味料とかもめちゃめちゃこだわってるんですよね。すごい。そしてワインクーラーとかねございます。まあワインは入ってございません。はい、まあ収納スペースこんな感じとなっております。あ、こっちはね IH なんですね。ガスコンロではなく IH コンロという感じになってます。冷蔵庫なんかもね、はい、ちゃんとコンソメとか本出しとかね入ってます。でマヨネーズとかケチャップねございます。あ、小麦粉とかも入ってますね。はい、ちゃんと脱臭炭みたいなのも入ってます。いいじゃないですか。ここには今回は氷のマシンとかはないのかな。前回ね、あの氷のマシンとかあってよかったですね。ここは、ネスプレッソマシンがねございます。そしてバルミューダ製のこのなんだろう、ホットプレートセットみたいなね。で炊飯ジャーがあって、これはガスではなさそうですね。はい、でレンジといった感じです。まあ使っていただく分には全く申し分ない感じですね。お、ダイソンの掃除機とかね。はい、ここら辺は何なんでしょうね。ね、おお、間接照明みたいなのね置いていただくこともできるようになってんだ。気が利いてますかなりね。はい、こんな感じです。まあ食洗機とかね、当然あの食器類などはこちらにねございます。お鍋とか入ってなかった。あれ、どこに入るんだ、こっちかな。はい、まあこんな感じでねあったりします。こんな感じ。はい、っていう感じですね。まあここら辺はねぜひお越しいただいた時にチェックしていただきたいなというふうに思います。でここら辺ね、こういったセキュリティ類がございます。じゃあね、あの1階の方に降りて、寝室の方に向かっていきたいと思います。はい、それではですね、今1階の方に戻ってまいりまして、主寝室の方にね、行ってみたいと思います。主寝室の方につきましてはあれなんですね、1回外出ないといけないっていう感じにはなってしまうんですね。はい、で玄関があって、まあ、当然靴をね脱いでいただいて、ここら辺が収納スペース、めっちゃ広い。まあ当然何かね入ってるっていうわけじゃありません。まあ、このようにスリッパなども
置かれております。でここがね、主寝室、はい、ね、ここが、主寝室がある、棟って言ったらいいのかな。なのでお手洗いもね当然このようにございます。いやいい匂い、こういったものがね多分めっちゃこだわりがある、おちゃんとね開くタイプですよ。はい、でどっかがストックルームなのかな。あ、こっちにもねお風呂はないけどシャワールームはあるんですね。これはでも助かりますね。はい、こんな感じです。アメニティ類もございますし、まあ多分ドライヤーねありますよね、やっぱりね。はい、こんな感じです。で、主寝室、おお、コンパクトではありますけど非常にねいい感じじゃないですか。そして、プールもねこのように見ていただくことができます。いいですね。はい、なんかあそこら辺もね非常にオブジェが可愛いおしゃれな感じですね。いやー、空気清浄機とかはね本当にめちゃめちゃこだわってますね。はい、そしてもう一部屋がこちらでございます。はい、まあ、こんな感じのね、就寝室という間じになってますね。こっちもね間接照明があってオブジェがね、ついておりますね。はい、非常にいい感じ。まあ本当に対面なんだろう、対照的な感じのね、お部屋にはなってますけどこんな感じです。はい、いやー素晴らしい。まあちゃんとねテレビもあるしいいじゃないですか。はい、お部屋としましては以上でございます。いかがでしょうか。いやー素晴らしいです。首でしかないじゃん。よし取るぞ。あ、ごめん、どっからやります。リカルスの看板のところから。これが仕事ですからね、はい、こんな感じでですねおでんとかたこ焼きとかですね、はい、いただいていきたいと思います。たこ焼きです。うお、熱い、おいしい。はい、じゃあね、いただいていきます。パンダさんがね、焼いてくれたたこ焼き、あ、うまっ。パンダさんめっちゃうまい。マジ、うん、よかった。なんかキャベツの千切りとかもいい感じだね。出て自分がやったやつ、うまい。あとタコの切り方もいい感じ。全部やってる、うん、おいしい、うまい。この後私チキンと、ローストビーフもね作ってありますのでちょっとね完成が楽しみです。ちょっととりあえずいただいていきます。はい、チキンのね測定できました。このねだしを利用して今日ね夜食でラーメンのスープも作りました。そしてねこちらがローストビーフです。だいぶね分厚く切りました。はい、夕飯もねがっつりいただきまして、アイアドのライブも終わりましてね、もうレジ回ってます。今日はねゆっくり過ごさせていただいて、明日また朝食ね、楽しみにしたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。いやぐっすりね眠ることができました。今回はねかなり疲れてしまって結構早めにね、休んでしまったんですけど、今ね風も寒くなくてね涼しい感じで、めちゃめちゃいい感じですね。ということでもうね何やかんや8時回ってますんで、これからね朝食をいただいて、今日はねこちらを11時にはね、立たないといけないので、本当はねこのプールとかね入りたいんですけど、ちょっと時間ないかなっていう感じなんですよね。非常に残念。あとね寒い。はい、まあ、とりあえずね朝食これから作って、食べたいと思います。どっちがいいか決めちゃうっていうことしようと思うんですけど、まあ、使い方はねそんな感じでそれぞれあるんですけど、私は次どっちかだけしか泊まれないってなったら、はい、ということでこんな感じでねラーメンができました。そうなんですよ。はい、じゃあねいただきます。うん、うまっ。セルフですけど最高。ということでこれ朝食ね、いただいて、まあ、総括して、まあ、今日はね11時にはこちらね出ていきたいと思います。はい、ということですね、あっという間の2日間本当にねすぐ終わってしまいましたね。でこちらのねはいギフトハウス立山
名護海岸さんの方にお邪魔させていただきました。まあ、1軒目と、ね、2軒目でかなり、ね、あの好み分かれるかなというふうに思いますけど、こっちの方が、ね、あのなんだろう、別荘感、プライベート感は、高いのかなというふうに思いました。でお子様連れの、ね、方とかは私1軒目とかの方がまあ使いやすいのかなと、目を、ね、あのなんだろう、離さなくてもバーベキューしたりとか、お子様に目を、ね、離すことなくバーベキューできたりとか、まあ、そういうような使い方で考えると1軒目の方がいいのかなというふうには個人的には思いましたね。ただね、両方ともね、あのいいところがめちゃめちゃあります。こっち岩盤浴あったりとかということなので、まあ立山ね利用される場合には、同じところでね2連泊とか3連泊っていうのはやっぱり楽ですけど、まあせっかくであればあのホッピングねちょっと大変かもしれないですけどしていただいて、ご自身の好みに合う方ねどっちかなっていうことを楽しんでいただくのもいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、久しぶりにアイアドメンバーともねあの宿泊させていただいて、やっぱりね楽しい時間はあっという間だなというふうに思います。皆さんもぜひねご家族だったりとかお友達同士だったりとかでね、試してみていただければなというふうに思います。概要欄の方にですね、ギフトハウスさんの方の URL につきましては貼らせていただきますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。ということで、ね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。めっちゃ最高。